明治時代は江戸の260年とは違い、わずか45年しかない。しかし鎖国を解放し列強国に取り囲まれた日本は激動の時代を突き進んでいく。明治時代の流れは4つのパートに分かれている。1つ目は幕府が変わる戊辰戦争、2つ目は武士が変わる西南戦争、3つ目は政治も変わる民権運動、4つ目は戦争が変わる日露戦争だ。その1つ目が幕府が変わる戊辰戦争。1867年、徳川最後の将軍、15代目徳川慶喜が政治権力を朝廷に返上する大政奉還により260年続いた江戸幕府は幕を下ろした。その背景には薩摩藩と長州藩を中心となった倒幕派、後の新政府軍の内乱を避けるためであった。ではなぜ倒幕派が生まれたのか。それは薩摩藩も長州藩も列強国とすでに戦争をしており、海外の力の差を痛感していたのだ。だからこそいち早く外国の技術や文化を取り入れる必要性を感じており、鎖国政策を取る幕府ではいずれ国は列強国により滅ぼされると考えていた。そこで薩摩藩と長州藩を中心とした倒幕派が現れたのだ。しかし幕府は大政奉還により江戸幕府の幕を下ろすことを先に行った。この大政奉還こそ徳川慶喜の巧妙な作戦であったのだ。いやー、いきなり朝廷に政治権力を返すと徳川君に言われたけど、鎌倉幕府から700年も武士で政治をしてきたわけでしょ。いきなり返されてもさ、何をしたらいいか困るし、とりあえず政府ができるまでは徳川君で政治をしてもらっていい？いやー、明治天皇様がそう言われるのであれば仕方ありませんね。いや、これは僕がやりたいわけじゃないよ。でもあれだよね、これで僕の政治にイチャモンつけたら、それは明治天皇の命令に立てつくわけだよね。倒幕派もこれ以上僕を責めないでよ。だってこれは明治天皇からの命令なんだから。おい、慶喜殿、これじゃ変わらず徳川幕府の支配のままで壊すな。なんとかせなあかんぜよ。とはいえ、明治天皇の手前、武力で立ち向かうわけにはいかぬし、こら困ったな。だったら倒幕派って俺ら薩摩藩や長州藩のイメージありますけど、朝廷の役人にも倒幕を望んでるやついますよ。そいつに声かけましょうか。本当でごわすか？そやつは誰でごわすか？岩倉智美ってやつです。じゃあ会議終わり。ほら、みんな解散で。あれ、岩倉くん帰らないの？よし、みんな帰りましたね。ドアを閉めろ。では明治天皇、今日から天皇様、あなたが政治を始めましょう。え、私が政治をするの？はい、なので天皇様が新政府を作るのです。1868年、この明治天皇が政治をすることを全国民に知らせる出来事を王政復興の大号令と呼ぶ。この号令により天皇が作られた新政府軍を信じる者、信する者が続出した。わーわー、明治天皇様が新政府軍を作られたんだ。なら新政府軍こそ我々日本国の政府だ。この号令以降、日本は2つの勢力に分かれることになる。それが天皇によって作られたと主張する新政府軍と、天皇によって政治を任されている幕府軍だ。この両者の一連の争いを戊辰戦争と。結果、江戸城を幕府軍から明け渡され、戊辰戦争は新政府軍の勝利となった。しかしこの戊辰戦争、兵の数で言えば幕府軍の方が多かったと言われる。ではなぜ幕府軍が負けてしまったのか。それは新政府軍のバックにはイギリスがついており、テクノロジーによって幕府は負けてしまったのだ。ここからは2パート目の武士が変わっていく。よし、こっからは国づくりだ。列強国に負けないために基盤から変えていくぞ。まずは廃藩置県、そして廃刀令、そして徴兵令だ。ん？廃刀令とか徴兵令ってなんかわかるけど、廃藩置県って何なんだよ。昔の日本は藩という名前の独立国だらけだったんだよね。税金も総生産は3000万石も日本は作れるのに、国には800万石しか納税されてなかったんだ。残りの2200万石はそれぞれの藩で取っていたんだよね。この藩を廃止して県を国から置くのが廃藩置県なんだよ。今の世の中で簡単に例えたら、国連が日本もアメリカも中国も全ての国を廃止して税金徴収の権利や法律を一本化していきますよと言い出したようなものなんだよ。いやいやいや、急に藩を廃止するなんて武士はどうしたらいいでごわすか。ここまで頑張ってきたのに、さらに廃刀令で刀を失って、徴兵令で国に雇われていくなんて、これじゃあ我々が頑張って倒幕をしてきたのは何だったってごわすか。不満もピークでごわすよ。くしくも倒幕派により国づくりをしてきた西郷隆盛であったが、改めて西郷隆盛を中心とした武士の反乱が起こる。それが
1877年、日本最後の内乱、西南戦争が起きた。しかし、この西南戦争もイギリス軍のテクノロジーの前では新政府軍には勝てず、この最後の内乱も鎮圧されてしまうのだ。ここから国内では戊辰戦争でも西南戦争でも、もう武力ではイギリスのテクノロジーの下では勝てないことを完全に痛感する。となると、国内の中、つまり政治で変えていくしかないということに気づくのだ。これが第3パート目、政府も変わる。新政府軍は列強国に認めてもらうため、全力で法治国家としての法整備を進めていた。急げ、作れ、法律を必死で作れ。そこで初代総理大臣に選ばれたのが長州藩出身の伊藤博文だ。続く2代目は薩摩藩出身の黒田清隆、3代目は長州藩出身の山形有朋、4代目は薩摩藩出身の松方正義、5代目は長州藩出身の伊藤博文、6代目は薩摩藩出身の松方正義、7代目は長州藩出身の伊藤博文。いやいやいや、薩摩藩と長州藩の出身のやつばっかりじゃねえか。いや、そうなんだよね。この頃は薩摩藩や長州藩など特定の藩出身で内閣を牛耳っていた藩閥政治と言われていたんだ。国民も一部の人で政治を進めるのはおかしいと騒ぎ始めている。しかし、ここで武力を投じてもイギリスのテクノロジーでは勝てやしない。言葉で変えていくんだ。この動きを自由民権運動と言い、このことが藩閥政治に対して国会を開設する動きへとなっていく。こうして板垣退助を中心とした民権派と薩摩藩長州藩を中心とした藩閥派に分かれ、どちらが国を運営していくか国内で揺れ動いていた。くそ、民権派め、俺たちが江戸を潰して日本を作り上げたんだぞ。なぜお前たちが急に出てくるんだよ。うるせえ、お前たちばっかり有利な法律をつきやがって好き勝手に国を運営してんじゃねえよ。おい、藩閥派も民権派も揉めてる場合じゃないぞ。お、どうした？ロシアが日本を攻めようとしてるんだ。4パート目、戦争も変わる。世界はまさに帝国時代真っ只中、植民地にするかされるかのせめぎ合いの中、ロシアはとにかく凍らない港を求めていた。そのためアジア圏内に南下してきたのだ。このままではまずい、南下すれば必ず日本とロシアで戦争することになるぞ。このままでは部が悪いぞ。その前に朝鮮中国を抑えておきましょう。そうだな、とにかく日本が戦場になるのは本当にまずいぞ。よし、朝鮮半島を攻めに日本は突き進むぞ。しかし、同じことを当時の中国である清も考えていた。ロシアの奴らシベリア鉄道を引き出してやばいあるよ。こうなったら先に朝鮮を我々に抑えときたいあるね。この両者の利権争いにより1894年日清戦争が起きてしまう。しかし、なんとかこの戦争に日本は勝利する。さらに恐れていたロシアも南下し、1905年日露戦争も起きてしまうが、これも勝利する。え、なぜこんなに日本は勝利できたんだ？まあ、ロシアの場合はロシア自国内で革命が起きていたっていうこともあるけど、大きな要因はやはり日本のバックにはイギリスがいたからなんだよ。日清戦争後の1902年には日英同盟を組み、イギリスのテクノロジーによって中国もロシアも倒していったんだ。こう思うと、江戸幕府を潰した薩摩藩にも戊辰戦争も西南戦争も全てイギリスのテクノロジーが出ている。もう明治時代の全てがイギリスによって支配されていたということもできるよね。この後1912年に明治天皇が崩御され、激動の明治時代が終わる。しかし、この日英同盟に導かれていくままに、日本は次の戦争に巻き込まれていく。それが第一次世界大戦だ。